中古品だけどちょっとだけこれ売上金で買えそうと思っちゃう。あ、いいんじゃない。車につけねえ。つかバイクあったね、あっちに。それがびっくりしたよ。あ、それ欲しい画像。5000円かな。じゃあできるね。まあ見ねえじゃん全然。いや上がってねえんだよ。でも音するよね、ドカン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 。多分聞こえると思う。音は聞こえると思うんだよ。あれ今日中止？中止かな。もう傘ないよ、見て。うん。あ、でも持ってる人いるよね。子供とかいるもんね。みんな考えること絶対にしないの、自分。でもそんな人口いないね、ここ。だから見えないからだよ。ああ、そういうこと？うん、だから何も規制されてないじゃん。多分喋んだろうね。なんかどうどこ聞こえるけど、これ違うの。聞こえる？全然聞こえないけど。これ違うの、このパンパンって。いや、でもこれ涼しいからちょうどいいからね。うん。多分やってんじゃないじゃん。何も見えないっていう。自分住んでるから全然場所違うからね。うん。ちょっとでも見えんのかなって思ったけど意外と。まああっちの方で花火たかってたもんね。さあ、オリンピックってもう終わったんか。あ、そうなの。あ、じゃあ、1週間じゃないの。うん。じゃあ、大体日曜日終わりじゃない。日、月終わり。やんないのかな、じゃあ。情報が流れない。誰か、なんかリプしてねえかなって。最新で見ればいいじゃん。まだ準備してんだ。これでも5分前だし。あ、開会式みたいにやってんね、ここで。あ、だからか。いや、今日の気温だったら暑くないからいいね。うん。やるのかな、でも。なんかこっちでやらなさそうな。あっちの方なんじゃないの、本当に。右の。あっちまで移動してみる。いや大丈夫だよ、別にどこにいても。うん。でも人がだいぶ増えた。みんな考え一緒に。でも見えんのかな、こっから。だからちっちゃくじゃん、見えて。うん。今だから儀式やってるから。あ、だからか。このなんかな、謎の儀式やってあれだしっかりした。やべ、なんか手がかじかんできたんだけど。そんな寒い。そんな寒い。寒い。山梨といい表現。寒い。寒いって。寒い。あっちの箱根駅伝のあっちまで行くのだるいもん、ね。うん、箱根駅伝のスタート。めっちゃ距離あるやつ。どこだっけ。岩石町よりもっと奥で。車で行くならいいけど。まだ準備中だよ。何の更新もないんで。花火時間。あ、じゃあこういう巫女さんのこういう格好で炎を持つんだったら、ここの気温ちょうどいいかもね、まだ。うん。相当暑いじゃん、これ。やはり湖が近いから湿気がすげえガスガスになってきた。なんだ、やらねえんだね、こっちで。
こんともせこっちで。いや、それはもう今時間なの。いや、だからこのなんか儀式やってるからすぐじゃないでしょ。そんなもん20分も花火って上がんないじゃん、普通。まあね。あんなの長時間待ってたかだから10分とかそうぐらいじゃん。寒。めっちゃ空いたね、あっち。びっくりした。でもそこまですげえ鬼ごみって感じじゃなかったな。っていうか、そこのさ、血で止めた。おなら。ほら。ダメだよ、ちゃんと持って。ほら、暴れるよ、お前。あっちの駐車場だったら、あの、箱根スカイラインのさ、あっちの駐車場で止めていった方が良さそうだよね。だから止まってたんだよ。止まってたっけ？スカイライン。あれ、止まってなかったっけ、車2台で。うん。血少なくて、ちょぼちょぼってね。ね、ポップ。ごめんね、おならしすぎですか、お前に。ただ、ガスが。ポップ。ガスってお前のガスじゃん。ごめん、そういう時は注意してくんねえんだよな、こいつ。怖かったんだ。20時から花火やけどガラガラ2時間前に誰もいなかったから、うん、そりゃまだいいね。そんな他のところはすごくないじゃん。あとかぶってたらそこまで来ない、こんな遠いとこ。まあね、寒い。すごいね。儀式がどれくらいなのか。寒い。あと15分。寒い。こっからじゃ見えねえやねえ、やっぱ。そうなんですね。ねえ、ポップ。すんげえかすってきたね、マジで。富士登山駅でやってたんだ。知らない。知らない。この人
中の人こういう人なんだ。何その中の人って。なんかさ、キリトシカの看板なんかこうやってる人いるじゃん。ああ。